どんな苦難を前にしても夢を追い、一歩一歩足跡を刻み続ける。それが彼の生き方でした。世の中がどんどん便利になる明治時代、当時はまだ珍しかった時計に、その少年は心を奪われました。大切な時を刻む、みんなのための時計を作りたい。それ以来、来る日も来る日も時計の技術を学び、修理に没頭。21歳、小さな小さな時計店を開きました。それから10年後、時計の製造工場、成功者を作り、掛け時計の製造を始めます。人々の憧れの街となっていた銀座、この街の中心に時計塔を作りました。賑やかな街の時を刻み始めたのです。優秀な職人を育て、最新鋭の製造機械も作りました。そして1913年、ついに国産初の腕時計の開発に成功。時計好きだった少年は、一つ一つ夢を叶えていったのです。しかし1923年9月1日、東京の時は止まりました。店も工場も機械も、修理のために預かっていた1500個の時計も、形にしてきた夢のすべてを失いました。ゼロからの再出発。真っ先に顧客の焼け焦げた時計を新品に交換したのです。それは人々の生活を取り戻すための大切な一歩となりました。そして全てを失ったあの日からわずか1年後、新時代を告げる時計が誕生。文字盤には信頼の証となる成功の5文字が刻まれました。一歩ずつ失った夢を取り戻す。人々の大切な時を刻むために。時は流れ、人生をかけた最後の大仕事に取り掛かります。銀座の街の時を刻む2代目の時計塔です。それは震災から復興を遂げた銀座のシンボルとして、人々の希望となり、現在も街の時を刻み続けているのです。私の曽祖父服部金太郎の生涯は、ひたすら夢を追い挑戦し続けた一生であったと思います。それは誰も見たことのない新しい時計を作り、人々の大切な時間を刻むという夢でした。関東大震災で金太郎は
店も工場もほぼ全てを失いました。金太郎であっても一瞬心が折れかけたのではないかと思います。しかし金太郎は追い続けた夢を決して忘れませんでした。そして彼は震災後も一歩一歩夢に向かって進み続けました。彼は晩年に服部奉公会という財団を創設しました。それは日本の学術及び科学技術の振興と発展を目指し、研究者を奨励援助する目的で創設されたものです。現在も続く財団は銀座の時計塔と同様に、世の中のため公共のためという強い思いが現れた金太郎の集大成だったのかもしれません。彼の残した言葉があります。それは常に時代の一歩先を行くというものでした。一歩先を行って夢を追いかけ、その夢を現実のものとし、また新しい夢を追いかける。これからも夢に向かって技術と感性を磨き上げ、常に時代とハートを動かしていきたいと思います。服部金太郎、彼の残したたくさんの時計、それは時を超え今日もこう語りかけます。急ぐな、休むな、常に時代の一歩先へ。この時計のように今を刻んでいこう。